はいどうも皆さんこんにちは、カメログです。お久しぶりです。今ここにいるのは赤耳ガメーズですね。この前まで外飼いしていたんですけども、今回ねカメたちをさらにかっこよく飼育するためにとあるものをゲットしました。もうテロップでも出てますけどね。そう、あのカメ YouTuber のセンターテールのハイドロポンプさんから購入させていただいたこちらの新最強の陸地。いやーやばくないですか、これ。かっこよすぎでしょ。最近こちらの動画で紹介されたものですね。皆さん動画チェックされました？もうねすごいですよ。では早速レビューということで、どんな陸地をオーダーしたか説明させていただきます。まずはじめにセンターテールさんのこちらの陸地ですが、小中大サイズに分かれており、今回僕が購入させてもらったのはセミオーダーになります。セミオーダーは何かというと、小中大サイズが固定サイズなのに対して、セミオーダーはサイズと色が選べるオーダーメイド商品になっています。僕は中サイズで、かつ高さを20センチに作成していただきました。色はシンプルにかっこよく、フレームがグレー、板が白です。高さを20センチにしたのは、ある程度水量が赤耳に欲しかったからですね。既存の小中大サイズも多いですが、セミオーダーであればなんと最大で25通りの組み合わせがあるとのこと。それだけの選択肢があれば、どうしても既製品ばかりになってしまうカメ飼育に個性やオリジナリティが出せそうですね。もう本当にスタイリッシュでめちゃめちゃかっちょええです。あとは機能面でセットアップしながら確認していきますので、まずはですねもう少し全体を眺めてみましょう。真横から見るとこんな感じですね。スロープ部分がいい感じに下に傾いているので登りやすそう。前面が空いているのでカメさんが通れるようになっています。真上から見るとこんな感じですね。ちなみにこの陸地、端っこにキスゴムがついているので、水槽内壁面に固定することができます。水中だとこうやってしっかり固定しないと動いてしまいますよね。板は人工木で、樹脂素材に木の粉を混ぜたものを使用しているらしいですね。センターテールさんの動画で紹介されていますが、こちらの板は水につけても問題がないみたいですね。というかこの骨組み、板を乗せている足の部分はどうやって作ったんでしょうか。もしかして 3D プリンター？これが先ほど紹介したキスゴムですね。しっかりしたものです。中サイズのオーダー品なので、このように板は3枚ですね。この陸地それ自体の高さも20センチあり、なかなかのサイズ感です。前面も側面も空いているので止水ができない仕組みですね。センターテールさんの動画でもお話しされていますが、僕が思うにやはり市販の商品との一番の違いは止水が生まれないことかなと思います。うちでもビバリアさんのこの陸地兼シェルターを使用していますが、どうしてもシェルターの背面に汚れがたまりますね。もちろんこの商品はシェルターの役割も果たしてくれているので、そこはね多少は仕方ないところがあるかなとは思いますね。実際に水槽ショーケース内に陸地をセットしていきましょう。こんな感じで水槽の左奥にセットしてみます。うん、もうすでにかっちょええ。めっちゃええですね。キスゴムで衣装ケースにねしっかり固定していきます。これでねセット完了です。どうですか皆さん、これとりあえずこんなチープな衣装ケースなんですけども、このセンターテールさんのね陸地を置いただけで、見てくださいこれ、とんでもなくかっこよくなりましたよね。いやもうめっちゃクールですわ。僕はブラウンや黒と色選びを悩みましたが、結局ねどうせリピートするだろうと思って、一旦ね一番シンプルなものに、一旦僕の方で実際にカメが乗ったらどんな感じかね見てみます。このアルビノ緑髪はね自分で登るか心配なんですけどね。こうやって使ってくれたら最高ですね。おそらくねまあ普通に使うんじゃないかなと思いますが、一旦様子見です。水中に入った陸地はこんな感じですね。ケースが透明でないので見えにくいんですけども、陸地の下は広々としていて、カメさんも移動がねしやすそうですね。もうこれ本当にカメさんの陸地どうするか問題全て解決ですよ。僕はろ過もつけてないし、2日3日で全冠水飼育なので止水が絶対ダメというわけではないんですけども、それでもね止水がなくなって汚れが1箇所に集中しないことで水質悪化をね抑えられるとは思いますね。まあ僕の場合はどちらかというと、見た目とねいい高さの陸地が欲しかったことが今回の購入理由なので、止水の話はまあセンターテールさんの動画を見てね、なるほどなという感じで副次的なメリットと感じていますね。ではここでしばらく時間を置いて、実際にこの陸地を使ってくれるかどうか確認していきましょう。セットした日の夕方です。ちょっと様子を見に来たらこんな感じでした。登ってくれていますね。これは飼い主が置いたわけではないですよ。逃げてしまわないようにそーっと部屋に入ってきました。この子は夜でも陸地によく上がっている個体ですね。野生個体です。それに対してこのアルビノ緑髪全然陸地を使わないんですよ。横から見るとこんな感じで、スロープをうまいこと使っていますね。うちの赤耳2匹であればギリ一緒に乗れそうかなという感じ。
そして夜、なんか音がするなと思ってきたらこれですよ。おっと、これは登っているのではと思いましたが、これよく見てください。登りきっていないんですよね。滑ってます。登ってるやんと思いましたが、ギリ登れていません。あともうちょいなんですけどね。なんか下手っぴなんですよね、この子だけ。もう一匹の赤耳は登れているので、単にこやつが下手なのかと思います。センターテイルさんに X でこの動画をね送って相談したところ、結構ギリギリまでね水位上げた方がいいかもとのことだったので、もう少しだけね水位を上げてみようと思います。ということで、スロープを1枚目まで増水してみました。これでね、なんとか陸地まで上がってくれたらなと思うんですけども、ちなみにこの衣装ケースは600、400、300くらいのを使用しています。さらに時間を置いて赤耳が陸地に上がるか見ていきましょう。お、上がってますね。でもやっぱり上がっているのは、こっちの赤耳でしたね。あ、ごめんね。脅かして、ごめんなさい。はい。こっちのね、アルビノは慣れるまで結構時間かかりますね。そしてまた別の日、この子はもう完全に使いこなしてますね。ちゃんと甲羅を干してくれています。大きくなりましたね、この子。この陸地をつけたまま水替えしたらどんな感じかお見せしますね。ちょうどね脱糞してくれたので、それを吸ってみます。こんな感じでね、陸地の下までスイスイお掃除できちゃいますね。やっぱりこの陸地、見た目だけじゃなくて機能面もすごいです。そしてこのように前面からもシュポシュポを入れられるので、日々のお手入れが楽ちんになりますね。これ本当にいいです。最後に、夏になって食欲マックスのうちのカメちゃんズをどうぞ。食事シーンをお見せしながら、この陸地の購入方法についてお伝えしていこうかなと思います。まずセンターテイルさんの YouTube のトップのところまで来てもらいまして、そこにオンラインショップのリンクがこちらですね、貼ってあります。センターテイルさんの YouTube のリンクは概要欄に載せておきます。こちらがその先のリンク先のね、オンラインショップですね。今回のこの動画で紹介した陸地以外にも、ろ過フィルターなどがあって、カメ飼育のために必要だけどなかなか市販では買えないような、そんな商品がねラインナップされています。僕も正直もう一つ陸地が欲しいのと、なんならフィルターにね挑戦していこうか悩んでいるところですね。というか、こんなに何でも作れてギターも弾けるっていうね、センターテイルさんは一体何者なんやっちゅうね。今はこの新最強すぎる陸地はさらなる改良をしているところみたいなので、皆さんこの陸地欲しい方はね、もう少し待てば新最強すぎる陸地買いみたいなのがね手に入るかもですね。とりあえずこの陸地、何度も言いましたが超おすすめです。見た目も機能も最高なこの陸地、ぜひ皆さんもねゲットしてみてくださいね。本日はこちらで以上となります。皆さんも楽しいカメライフを。ではさようなら。